南地細蝶は、超高最長目、地細蝶か地細蝶属に分類される鳥類。アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ケニア南部、コンゴ民主共和国南東部、ジンバブエ、タンザニア、ナミビア北部、ブルンジ、南アフリカ共和国先部、モザンビーク、ルワンダ、レソトクチバシの上部にある、角質突起はクチバシに沿った単純な形状で、角状にはならない。 目の周囲や喉には、羽毛がなく、赤い皮膚が裸出する。メスは、喉の裸出部に、青色部がある。主に昆虫、陸生の巻貝類、両生類、爬虫類を食べるが、ノウサギ類ほどの獲物を食べることもある。生息地では薬用になると信じられたり、干ばつなどの際に、伝統的な儀式で用いられることもある。ガラスに映った地震を攻撃して割ってしまうことがあり。 外鳥とみなされることもある。農地開発や、下放牧による生息地の破壊、他の動物の駆除用の毒へによる巻き添え、外鳥としての駆除などにより、水位に関するデータはないものの生息数は減少していると考えられている。送電線による衝突し紛争地帯では、地雷、気候変動、感染症などによる影響も懸念されている。ありがとうございます。